で、見てもらったら分かるようにね、第1戦は、結果的にはね、7対0と、7対0で勝ちました。なんかね、いろいろ見てたんですけど、何でしたっけ、ちょっと柳田選手がね、怪我しているということで、だいぶね、打線の厚みがね、なくなってたんですけど、だからちょっと申し訳ないなと思ってます。はい。ホークスもね、ベストメンバーで、戦いたかったなと。ホークスのベストメンバーと俺たちで頂上決戦したかったなって、思いはあったので、ちょっとスポーツマンシップにね、乗っ取って、これはちょっと悲しいかなと思います。はい。なんか前回見たんですけど、本当に打線グロかったんで、ホークスは。まあ、そんなホークスなんでね、サクッと4連勝して、日本一決めようかなと思います。はい。日本一をかけた大一番、今シーズン最後に笑うのは阪神か、それともソフトバンクか、阪神しか笑えません。はい。俺たち強えんだぜ。負けてらんねえよ、こんなチームに。俺たちの方が強えもん。俺たち阪神タイガースの方が強えもん。もう原型ないけど。負けてらんねえもん。おいおい。まさし。この甲子園の舞台でさ、悲しませんね、阪神ファンを。言わせんねや、そんなこと。高いから払って見に来てんだよ、阪神ファンが。何やってんのよ。もうシフトもよくわからんことなってるって。なんでこの状況で引っ張り警戒してんの。イケイケじゃないか、やっぱ。ここで取り返したいです。ともや。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ノーヒットやんけ。タイガース。内野は打って。低め打った。ナイスナイス。ナイス。遅えよタッチがよ。思わぬ形での得点。何してんの。追加点が入りました。中野。中野アウトできねえの。タイガー席には8番バッター。ヒットヒット。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、レフトフライ。そうそうそう。それが俺たちの野球だろう。タイガースチャンスになりました。打ち崩すんだろ俺たちは。こんちゃん頼む。もうメンバーいかついやん。打つなよこんちゃんのところ。打たねえだろこんちゃんそういうとこ。それの方が賢いな正直。ごめんごめん、わざとじゃないって。完全にすっぽ抜けです。攻めた攻めた。ああ攻めすぎた。ごめんごめん。そして打席にはピッチャーインコース行くしかないと思って。ここはバントの可能性が高いと思いますよね。攻めた結果です。さあ送っ配球表ご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。舐められてるやん。6回の裏この辺が舐められんの。この回はクリーンアップから始まります。決まった前ね。おいおい。はいけません、デッドボールです。はいね、明日からって。いいやってるじゃん、こ来いよてめえよ、乱闘じゃい。おいおい、ふざけんなよな。おいってやはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。こいつらマジで覚えときゃてめえら。おい、うちらの戦力なめんなよ。三旦潰したらそれで終わりだと思うなよてめえら。おいテスト、まあ、まあ、いって取ってアウト。甘いやん。さあそしてバッターボックスには中野が。なんでこのメンバーで点取れねえの。終わってるって自覚持った方がいいって。お前ら重要ですから。終わってる終わってる。高いバウンドになった。一塁アウトでスリーアウト。サンタナ潰されただけやんけ。おい、悔しくないんか仲間潰されて。3対0。逆転ない、逆転タイガース。松井裕樹やんけ。こうなるのやめてね、松井裕樹。お金にね、くらむんじゃない、松井裕樹。まあ、それが人生だからいいんだけど。打つなよ。ボールがあるだろう。頭使おうぜ、テルアキ。そら、見ろ見ろ、ビシエド。頭使おう。ほらほら、制球乱れてるやん。調子悪いしさ。頭、頭使ってこ。オッケーオッケー。テスト、頼む、テスト。テスト、テスト。テスト。打つなよ、そんなとこ。なあ。どうしまったん、テストは。打つなよ、そんなとこ。おいおい。打
もう入れるやんけ。そしてホークスがマウンドに。元気してるやん。健やかに戦ってるやん、のみモイネロが。ゲームやもん。だってゲームやもん。ナイスナイス。まあ、桐生田使ったからね。ナイスナイス。この1点でかいよ、でも。0点で終わって明日迎えるのと、1点取って明日迎えるの違うから。でかいでかい。十分十分。ああ、和田君は警戒されるんだ。まあ、しっかり狙っていた。ランナースタート。キャッチャーは二塁へ。終わり。サンタナが怪我することでね。あ、ジェラードいんのか。浮世に回ってくるんですよって言おうと思ったけど、マートンいるやん。ちょっとマートンいるなら話変わるな。マートンしかも絶好調やもんな。ちょっとじゃあ話変わるな。あ、DH やん。やってんね。DH なんであれば、不調の大山を休ませて、ジェラード守らせて、梅ちゃんにしてこうね。こうじゃない？で、地下近藤、マートン、テルアキ、ビシエド、森友、哲と、中野梅ちゃん。いや、梅ちゃん中野しようかな。うん。お前、DH があったらこっちだもんよ。頼むよ、コンピューター。ダメ、取れるか？もう。弱えわ、このチーム。こんな弱えの？なあ。さあ、5球目は何か。インサイド打ち上げました。頼むって。ここはセンターが抑えています。俺、こんな弱いチームにしたって記憶ねえよ。俺たちが強いんだって。打ちました。思い込んでたのが逆に良くなかったかもな。俺たちは弱いです。謙虚に行こう。福岡ソフトバンクホークスさんと、戦えるこの機会、私たちはとても嬉しく思います。私たちが憧れた福岡ソフトバンクホークスさんと、このような舞台戦えて非常に嬉しく思います。はい、戦っていただきありがとうございます。まあ、フルカウントは案外ボール球。ナイスナイスナイス。コントロールが乱れています。テルアキよ。フォアボールでフルベースピンチを迎えます。まあ、ここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負。ビシエド周りについてるし絶好調だもんな。さすが打たせよ。いいカウントじゃない？初球発動しない？ここ中間守備ですね。まあ、低めのボール打っていった。高い打球。掴んでアウト。さあ、そしてバッターボックスには森が入ります。ビシエドこっち来なさい。ビシエド。大事な話がある。あ、さ、君は、まあ、自己申告でね、私は初球強いです。私は満塁男です。と。ね。ビシエド君は、そうおっしゃってるんですけど、しかも今絶好調ですか。はいはいはい。先ほどですね、満塁で、ノーストライクワンボールだったんですよね。うん。打たなきゃダメじゃない？9目。はい、冷静冷静、ナイスナイス。これで同点となっています。トモヤよかったわ。ちゃんとビシエドに説教してるところ見てたんだな、トモヤが。大事に行こうって思ったんだろうな。ナイスナイス。ああ、あるよ。テストあるよ。あるよ。はい。決めに行ったボールだった。打てなくてもいいよ。タイガース押し入っています。さあ、どうしたん？得点圏にはランナーが欲しいんじゃない？面白いんじゃない？ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。セカンドランナーホームイン。いいね。タイガース追加点を挙げました。一塁に背負います。打率10割。バッターボックスにはジェラード。ここは初球陣。いいね。あれ？サンタナではない。もしかして。サンタに当てやがってと思ったけど、あれかな、ホークス側が教えてくれたんかな、あ、サンタナよりこっちの方がいいよって。そういうこと。すいません、ホークスさん、いつもお世話になっております。エルアキ、いいね、ナイスナイス。これやっぱビシエドがどういう立ち回りするかってとこだよな。だからさっきね、やっぱ絶好調のくせにね、
え、まあ、ちょっとつくせんじゃないわ。絶好調で、ね、初球と満塁男続いてんのに、ね、まあ、返せなかったわけだから。返せないどころかね、外野フライすら打てなかったから。ホークス、ここでまあ、そんなビシエドが何するかって話だよな、やっぱり。さあ、この場面でバッターボックスには5番のまあ、スクイズなんですけどね。なんでやねん。なんでビシエドでスクイズ警戒してんの。は？は？ゲームすぎるやん。は？6球目は何で来るか。振っていきましたが三振。ちょ、ゲームすぎてごめん。それは思んないわ。まあ、これは短期決戦ってやつか。クリー。またクリーやんけ。いいよ、クリーは。クリーがいるんだもんな。まあ、日本シリーズだから見ますよ。お祭りなんでね。さっきも言ったけど、やっぱ楽しむことが一番なんでね。パフォーマンスねえか。うわ、早っ。は、早っ。今のは早かったな。いや、166なのはまあもちろんなんだけど、ゲームで見て目に見えて早かったもんな。冷静に冷静に。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。しっかり1割6分7厘か。なるほどね。近本を休ませる勇気。いきます。まあ西川なんですけど。まあ近本休ませたとて西川なんですけど。おごるんじゃない。そうですね。そうだ、テスト。そうだ。男というものよ、それが。あの日を思い出せ。あの日、あの日、謙虚に汗流してね、練習してた、あの日々よ。試合に出てうずしてたね。試合に出たくて活躍したくてがむしゃれなやつで、あの日々を思い出せ。いつからこう俺たちは一流になったと思ってね、調子乗ってたかもしれない。俺たちは強いっつって。違うんだよ。あの日を思い出すんだよ。謙虚に、楽しく、でも辛く、野球してたあの日々。初回から先制点を許す、思い出せ。失っています。さあ、先制点を奪われて、なお。うわぁ。この回点は取られました。それはしゃあないな。それはしゃあないわ。それはビシエドしゃあないと思うわ。2-3 であなたま来たら見逃しちゃうかもな。姉ちゃんいいよ、たまに打ってくれても。親孝行と一緒よ。たまにあるからね、しみるんやから。いつもいつもバカ息子って言ってるけどさ、痛いですよね。バカ息子、高校1000回、高校いつまで面倒見ればいいのお前を。この場面で、お母さんいつもありがとう、お父さんいつもありがとう、言えよ。テストン、テストン、いつもごめんね。テストン、テストは高校してくれんの、親高校。ありがとうね、本当に。倒れています。お姉ちゃん、もしかして、ジュメちゃんがプレゼント買ってきてくれたな。ジュメちゃんがバイト始めました。あんだけ部屋にこもってたのに。そっか。ナイスナイス。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、森本いいね。3点は怖いぞ。先ほどの打席、最後ライト方向流れるよ。これはどうだ。ナイスナイス。アウト、ワンアウトです。打順は8番、森本いいね。いいよいいよ、森本。まずは先頭だ。はい、レフトぐんぐん打球伸びて伸びて伸びていく。もう悔しい、悔しい。テラスがなかったらな、こいつら。テラス打つ練習してるやん、カイが。悔しい、この打球。ここで
得点が入りました。テストはちゃんとヒット線だけだったらいけ、だったからよかったけど。バッターボックスには大悔しいな。まあ小宮山さん、バント、まあ、梅ちゃんバント警戒されそうだし、あえて打つ。男梅の花咲かせます。ここでコーチが声をかけます。今こそ男梅のよ、大輪の花を咲かせるから。入れ岩佐、魂見せる魂。さあ2球目はここから魂よ。ストレート打った、セカンドストレート、冷静に、ナイス。アウト、これで3アウト、試合終了。まあ今日に関してはね、日本シリーズ3試合あって、まあ初戦こそね、負けたんですけど、なすすべなく負けたんですけど、その後ね、やっぱ俺も大事なことを思い出した。やっぱりなんかね、ホークスに噛みつくんじゃなくて、このね、日本シリーズっていう一番の舞台で、やっぱね、楽しく試合をする。かつ、おごらない。自分たちの強さに調子乗らない。やっぱその大切さに気づいた。この日負けたことで。その結果があったか知らんけど、ね、その後 2試合は、まあ、接戦を取ってね、まあ、今日を迎えて、結果的にはね、まあ、3試合やって2勝1敗と、まあまあ、最初はどうかと思ったけど、まあ、結果、なんやかんやでね、もう3勝1敗で、大手まで来たと。ところでね、まあ次回、まあ何が何でもね、まあ日本一が決まるかなと。まあ3試合多分やれると思うから、次回日本一が決まるかなと、ところです。次回まあサクッとね、初戦で日本一決まるんであれば、その後オフシーズン編もね、もう一気にやっちゃって、次回、まあ最終回にしようかなと、思います。